凍りついた世界。1軒や2軒、そんな数ではなく町全体が氷に閉じ込められたのです。人も動物も消えた氷のゴーストタウン。場所はアメリカとの国境付近にあるカナダの町。大雪が降ったニューヨーク州バファローから車で1時間ほどの距離、内陸の海とも言われる五大湖のほとりに位置します。普段は湖を見ながらバーベキューを楽しむ高級別荘地ですが、湖の波にあおられ家や道路が氷に覆われ、その湖さえも凍っているのです。渡り鳥ガンも休んでいた間に凍りつき、湖から抜け出せなくなりました。その後、消防士がホースの水で氷を溶かし、無事救出に成功しました。歴史的な寒波といわれる今回の猛吹雪、当時の激しさを物語るある映像が話題になっています。自宅まであと車で6分という距離で雪で動けなくなりました。22歳のアンデル・テイラーさんは家族や警察などに連絡、救助を求めます。歩こうともしますが大雪のため断念。当時この周辺は猛吹雪となりホワイトアウトの状態。車で助けを待ちます。しかし窓の外は一気に雪が積もり、外に出られなくなります。そしてこれが最後の映像に。2日後、テイラーさんは雪に埋もれた車の中で遺体となって発見されました。助けを求める声は届かなかったのです。この町だけで少なくとも30人以上が亡くなったといいます。